ILLIT が第66回日本レコード大賞にて新人賞を日本作曲家協会は11月21日0時第66回日本レコード大賞の各賞受賞者や受賞作品などを発表し新人賞5組の中に ILLIT が選出された日本レコード大賞は日本作曲家協会が主催する音楽受賞式で 1959年に始まり、日本で最も長い伝統を持つ受賞式で、新人賞は大正年度内において初めて顕著な活動をし、大衆に支持され、将来性を認められた歌手に贈るとされている。日本レコード大賞で韓国デビューした年に k p o p ガールグループが新人賞を受賞したのは少女時代、第52回、21、第53回。 に続く3組目で13年ぶりの受賞となるさらに韓国デビューした年にこの賞を受賞したのは ILLIT が初となる ILLIT は今回の受賞について所属レーベル b e l i f t l ブを通して今年の目標が新人賞を得ることだったので日本でもその夢を叶えることができてとても嬉しくて幸せです これからも新たな音楽やパフォーマンスを通して成長を続ける ILLIT になりますと喜びを伝えた。ILLIT は3月に韓国デビューした日本人メンバー2人を含む5人組ガールグループ。自由ではつらつとした魅力と率直でありのままを表現する姿が共感を呼び、デビューするや否や人気旋風を巻き起こした。デビュー曲「マグネティック」は 米ビルボードのメインソングチャートである HOT100 とイギリスのオフィシャルシングルトップ100 4月5日付に k p o p デビュー曲初日本でもオリコン週間ストリーミングランキング4月29日付週間再生数で海外女性アーティスト史上最高記録するなど グローバルの主要チャートで k p o p デビュー曲初最高記録を塗り替えた。また、ビルボードジャパンチャート、ストリーミングソングチャートにて累計再生回数1億回を k p o p におけるビルボードジャパン史上3位イの速さで達成。これらの実績をもって ILLIT は、スーパー新人と称され、マグネティックは彼女たちの名を一気に世界中に広めた。 ILLIT は韓国デビューからすぐに日本でも活発な活動を行ってきた。5月に日本最大級のファッション音楽イベント、楽天ガールズアワード2024スプリングサマーに初出演を果たし、人気バラエティ番組、世界の果てまで行って9や主要音楽番組への出演、ファッション誌の表紙など多方面で活躍している。また、 Z 世代が選ぶ渋谷1 0 9ラブ、トレンド大賞2024、アーティスト部門、11月12日付、では1位を獲得するなど、日本でも Z 世代を中心に熱い支持を得ている。また、10月にリリースしたセカンドミニアルバム、i l ラ i k e YOU も人気が高い。タイトル曲、チェリッシュ、マイラブ、や収録曲、チックタック、は、 TikTok などショートフォームプラットフォームを中心に熱い反響を得ており、Z 世代を中心にマグネティックに続くダンスチャレンジブームの兆しを見せ、名実ともにスーパー新人として2024年を疾走している。